ではカードマジックをご覧いただきましょう。こちらに一組のカードがあります。それではまずよく切り混ぜていただけますか。はい、ありがとうございます。それではカードを弾いていきますから、お好きなタイミングでストップとおっしゃってください。ではいきます。ではストップをかけていただいたところのカードをしっかりと見て覚えてください。もう一つ使うものがあります。こちらのケースです。ケースの中はこのように空っぽですが、おまじないをかけるとなんとお客様の選んだカードがケースの中に瞬間移動してきます。お客様の選んだカードはハートの8ですね。もちろんこちらのカードの中にはハートの8は消えてなくなっています。